ではですね、非常に難しい話になりますが、皆さんに由意識を正しく理解を深めていただきたいと思いますので、今からですね、四分について、三類について、これをですね、お話をしたいと思います。由意識の教えで非常に難しい内容として言われますのが、四分儀という教えがあります。我々の心、主観という心のこの構造について、四分儀という教えがある。そして、三類教という教えがあります。これは、我々が見ている世界、客観的な世界、客観的な、世界を三通りに分けて教えられている。我々の心といってもですね、世界といっても大きく主観と客観に分かれますね。主観と客観以外に世界はありません。で、この主観について四分で教えられ、客観については三類で教えられ、この由意識を悟る、これが仏教の目的ね。由意識を悟る、由意識を悟れば、無常も乗り越えられ、そして罪悪も減らすことができる。この由意識を知るには、この四分三類、これが分かれば皆さんの由意識の理解は半分学んだことになりますよと。昔から古来これをですね、四分三類、由意識半学と昔から言い習わされてきました。それほどですね、この二つさえ分かれば、あなたは由意識の半分も半分分かったのと同じですよと。ここが分かれば由意識の理解がかなり深まるから、ここはぜひともね、避けて通れない、ぜひ皆さんに正しく理解をしていただきたい内容であります。そこで、一講義挙げて通してね、明らかにしたいと思います。まず、最初ですね、四分儀という教え、儀はこれも教えですね。我々の主観というものにはですね、大きくこの4つの、働きがあると。これはですね、私たちの頃といったらですね、仏教で大きく八識といってですね、8つの頃があると教えられます、ね、原識、二識、微識、是識、心識、意識、マナ識、アラヤ識。この八識にはそれぞれですね、四分があると教えられます。さらに八識のもとに働く心が仏教ではたくさんまた教えられるんですね。変行とか別行とか善煩悩、随煩悩、あと不浄といってね、たくさんの心の細かい働きが教えられますが、そういう心の細かい働きにも実は四分があると、こう言われますので、一つの心といってもね、非常に実際の面から言ったら複雑極まる働きで、我々はなかなかそこはですね、知ることはできないんです。だから天神菩薩はね、この心の細かい働きについては不価値とおっしゃってね、不価値、不価値とはことごとく知ることはできない、凡夫は。しかしでも悟りを開いた仏様は、分かるみたいですね。心の細かい働き、この四分についてですね、分かるような説かれ方がなされています。でも私たちは分からない。しかしですね、分からないなりにやっぱり、知恵を体得された方からそこを正しく聞かせてもらうと。我々の心の仕組みは一体どうなっているのか。で、このね、四分を知ることによってより有志の理解が深まってね、見てる世界は全部私なんだということが本当の意味で分かれば、執着から離れることができるし、真理、仏教では真如と言いますが、その真如を、見極めることができる、体得することができて、幸せになれますということですから、この四分三類、私たちね、ぜひとも正しく知る必要があると思います。そこで、早速我々の心が、どんな心が起きた時も必ずまずね、主観の構造として相分見分、自性分、生じ性分があると教えられます。
まず順番に見ていきますね。まず相分と言いますのは、これは我々がこの世界にあるもの、対象化しているものを相分と言います。例えば、今ホワイトボードがありますね。それ皆さんはご覧になっています。今我々が心で捉えている対象、これを仏教で相分と言います、ね、まさに姿として、心の、ね、内側に実は相分が、現れているんです。私たちは常識的に今見ている対象、ね、例えば目ならば、ホワイトボード、耳ならば声ですね、音、鼻ならば匂い、舌ならば味、体ならば触れたもの、寒いとか暑いとか、ね、柔らかいとか、この対象としているものを仏教で相分と言います、ね、この相分を私たちは、ね、それを見てますね、あるいは、認識しようとしますわね。その認識しようとする、捉えようとするのを仏教で見分と言います。まず対象があって、主観があると。だ普通客観的なものを仏教ではまず相分として教えられます。そして、その相分を見ているもの、これを仏教で、見分と言いますね。で普通認識は必ず、ね、客観と主観、ね、この2つで認識は、私たちは成立すると思ってますが、実はこれだけでは成立はしないんだと有識では教えるんです、ね、見ている対象と、ね、見ている心、ね、まあ、仏教では真実から言ったら見られているものも実は私なんですけどね。見ている心はもちろんあなたですが、見られている心も実はあなたですよとこう教えられます。これ仏教で映像相分といってね、真実から言ったら今皆さんが見ている対象は全て心の内側でやると。皆さんは今ね、心の内側を見てるだけなんだと。心の外側に実際ものは存在します。でも我々はまず心の外側の真実をまだ見ることができない状態、ボムの間はね。ここで仏教では分けるんです、2つにね。この相分でもね、今ボムの時はこの相分は映像相分と言いますね。映像相分、皆さんはあくまでも今はですね、映像を見ているだけ。言葉変えますと、このガラスがあるとしたらね、このガラス越しに世界を見ている。ガラス越し、このガラスが心の内側、ガラスの外にあるのが実際の心の外側の世界です。私たちは相分といっても映像を見ているんだと。この映像は皆さんの心、荒屋敷が生み出したものとしてですね、教えられ、ね、この心の内側はあなた自身ですよと教えられます。これが映像相分です。そして、じゃあ本当のものや人は、どこにあるかといったら、ガラスの外にある。心の内側は私。外側は私ではありませんけどね。まず心にはですね、心の内側と外側があると。この心の内側を仏教では相分といい、今は映像相分として世界を認識している。だから見てる世界は全部私なんだと教えるんです。で、実際の外のこの物柄は何かといったら、本絶相分と言いますね。本絶相分。ね、本絶相分。これ仏教で本絶と読むんですね。本絶。本絶ね。だ実際、ない場合もありますよ。今皆さんが見ている場合でもね、後でまた言いますけども、ない場合もありますけども、実際この、少なくともこれはありますわね、ホワイトボードは。でも皆さんが見ているホワイトボードは、これの内側のホワイトボードなんです。本当のホワイトボードはこれの外側にあるんです。これが一切のものや人にも通じると。本絶相分と映像相分に分かれるわけで、仏教ではこの知恵の働きによって、ね、この映像相分を打ち破って
本絶相分を知る。これがいわば仏の悟りなんです。いわゆるガラス越しに見ているね、このガラスの煙曇りを取ると、ね、このガラスのこの淀んでいる状の吹っ飛ばしてね、あるがままに物事が見えるように、見ていくのが仏教ですから、このね、そう映像相分を打ち破って、ね、物事の本質を理解する、これがあの仏教なんです。それで実はこの教えが必要なんですね。話を元に戻しまして、まず、見ている対象を仏教で相分という、ね、見られているもの、ね 見ているものがいると。でこの 見ている心が実はまだ自分ではないんだと、本当の自分じゃないと。この見分を実はですね、見ている心があると、これを発見したのがまた有識なんです。皆さんもね、自分の心を見つめていくとね、自分で自分を確認する心があると思います。例えばある悪いことをしたとね、その悪いことをした時にこの自分というものをですね、失敗した自分をまたね見ている心があると思うんですね。あるいは何か悪さをしてもですね、冷静に自分を見ている心とか、やっぱり自分で自分を見ている心、いわゆる自分でですね、この語り合っている自分が実は人間にはあるんです。それがこの見分を自性分が見ていると。ところがですね、この見分を自性分が眺めてるんだけども、この自性分をさらにですね、見ている心があることが分かったんですね。でこれは有意識学発想集でしか教えない、教えなんですね。これはあの現状三蔵しか明らかにできなかった教えなんです。この有意識の教えはですね、他にもあるんです。実はあの華厳宗とかね、小論宗というのも実は有意識の教えなんです。でもね、この四分儀の生自性分を教えるのはあの現状三蔵の教えだけなんです。ここをね、現状三蔵は発見されたんですかね、分かったんでしょうかね。この自性分をまた見つめている心があると。じゃあその自性分を見ている心があるかといったら、ありまして、これが五六じゃなくて、この自性分をまた確認している、確認する心の働きがあると。これをまた自性分といって、この自性分と小自性分がお互いね、自分で見合っていると、確認し合っている、これが真実であると、こう教えられます。まあ、これを例えて言いますと、合わせ鏡かな、合わせ鏡、エレベーターに乗りますと、ね、もし2枚ねエレベーターの両脇に掲げてあるとしたら、そこを自分が眺めると果てしなく鏡がね、並んでいるのに気づきます。その果てしなく鏡が見える状態が、自性分小自性分がお互いに自分を見合っている状態だから、皆さんが自分を見つめていくと自分が分からなくなるのは、これが原因なんです。どこまで見てもね、自分で自分を見てるんです。でそこでね、じゃあこの四分の中で主体は何かといったらですね、主体はこの自性分なんです。これが本体、皆さんの主体です。これが中心なんです、ね、この自性分が皆さんの主体だから、この自性分を別名ですね、自体分とも言いますね。これを別名、仏教では主体でありますから自体分とも言いますね。自体分、自分の主体、ね、これが皆さん自身です。で皆さん自身が、ね、この自性分が相分見分に分かれた、これ自性分から小自性分が生まれたと、こういうふうに言われるんです。だからあくまでも中心は自性分です。だから自分といったらね、自性分の一つだというふうに言う人もありますし、私といったら、相分見分二つだという、そういう言い方もあるし、いや私といったら相分見分自性分の三つが私だという言い方もある、あるいはこの四つが私だという言い方、まあ、これが発想集の教えですけどね、まあ、いろんな説があったんですけども、いずれもそれなりの理論はあるんだけどもね、でもここで知っていただきたいのは、私分が多分私は真実だと思いますけども、
中心は自性分、これは間違いないです。これがあくまでも私の主体そのものです。でこれをですね、現状三蔵はこう言ってますね、色体転じて二分に乗ると、こう言われてます。色体転じて二分に乗る、色体とは自体、自体のことですね。私たちの心の体、自体分ね、我々の自性分、自体分、これが転じて変化して、転じてね、相分見分に分かれたんだと、こう現状三蔵は言われました。色体、まあ、自体分ですね、自体分、これが変化して、変化してあたかもね、客観主観に、ね、二つに分かれているように見えるだけなんだと。これは似ると書いて乗ると、なぜか由緒で読むんですね。似ているだけで実際はそうじゃないんだと。私たちどうしてもですね、主観と客観、世界と私を二つに分けて存在すると思ってますが、私の真実から言ったらですね、ただあなたというこの色体、この自体分、あなたという主体がね、変化してね、相分見分に分かれてね、主観客観が二つにあるように見えているだけなんだと、あくまでもね、見えているだけなんだと。もしあなたが知恵を体得したら、真如が分かればね、下客観主体ともに私であることが分かります。これ全部ひっくるめて私、ね、全部心の内側であることが分かったのが有意識を悟ったというんです。でも悟るまではどうしても、ね、世界があって私がいると、相分と見分、これは、ね、相分は客観的な世界というふうに私たちは認識しますけど、これが迷いの私たち、悟れば相分は私の心の内側であると、あくまでも映像相分で、相分も私なんだと。全部これ私、相分も見分も生じ性分も全部自性分に収まって、これひっくるめて全部私であることを悟るのが有意識を悟るということです。分別心と関係あるんですか？関係ありますね。まあ人事だって言うと、あの主観と客観みたいな、そうですね、普通分別心で私たちは迷っている、私たちは分別心で二つに分けてこれを実体化しますね、固定化し、固執、固定化して分けてしまいますよね。そういうしないと自分がはっきりしないから、自分がもし分かっていたら、有識悟っていたら、固執することはなくなると思います。分けるけど固執はしないよ、はい、もう自分がもう分かってますから、あえて二つに分けてね、これが自分というように執着する必要がなくなるから、ただ分別心はぐっと弱くなりますね。二つに分けますけども、いわゆる執着する心がなくなります。有識悟れば分かった分だけね。で、これを理解するときに一つのいい例えがあります。現代風の例えで言いますと、この相分が、商品、ね、相分が商品。で、この商品を管理するのが、店員さん。まあ、コンビニで言うならば、コンビニの店員さん。これが見分、コンビニの商品が相分、そして皆さんはコンビニの店長をに例えます。店長がやる中心なんですね。でもこの店長はやっぱりですね、商品もしっかり管理し、店員も見なければなりませんが、同時にですね、この店長の上にいるこの社長さん、この人にもやっぱりですね、気を使わなければならないんです。この例えうまいと思うんですけどね、この店長はやっぱりですね、社長の機嫌を伺いながらね、しっかり見ておかればなりません。まあ、社長はね、店長さえ見ておればいいですからね、楽かもしれませんけど、店長は社長にも機嫌を伺い、あるいは商品もしっかりね管理しなければならないし、店員の指導もねしっかりしていなければならない。だからコンビニで行ったらですね、店長が私、これが中心となって、相分見分で、あと
社長、自称軍が分かれている感じがしますね。これが実は心の仕組みで、どんな頃にもこういうふうにですね、総分、見分、自称分と、あるいは小自称分、まあ、ここはちょっとなかなか分かりにくいですけど、でも少なくとも総分、見分は皆さん分かられると思いますね。あと自称分ぐらいまでは、物があった、で物差しがある、物差しで測る人が必要ですね。まず物がありました、これをね、単物があったらそれを物差しで測る。物差しだけでは単物は分からない、それを確認する人が必要ですから。こういう例えば仏教であってね、総分があって見分があって、それを確認する心が絶対なくてはならんと、実はそういうのがありますよということで、ここまではほぼ皆さんも分かると思いますけど、ただこの小児勝負がなかなか分かりにくいですけどね。 でもこれを見つめていけば、多分皆さんも分かってこられると思います。これを真面目に見つめていけばね、あ、確かに自分で自分を見つめている頃があるんじゃないかなということがね、分かられると思います。でこれが主観の構造ね。でここで知っていただきたいのは、私といってもね、いろんな頃が展開しましたけどもね、主体は確かにあります。そして大きく、総分、見分に分かれる。でこの4つありますけどね、見分、自称分、小自称分をひっくるめて、一つと理解します。これ仏教で合三分といってね、あとの3つの分をひっくるめて、一応見分に収めてしまうというか、自称に収めてしまうんです。合三分、あとの3つと書いてね、あとの3つの分と書いて、これをひっくるめて、仏教では見分君、総分君というふうに言うんです。見分君、総分君といってね、ですね、君中の君、うん、この皆さんが見られている対象、見ている心、これが必ずね、荒屋敷にね、収まるんです。どう収まるかといったら、総分君、それと見分君、この2つの、行い、行為が荒屋敷に訓示されます。例えば皆さんが映画を見たとしますね。映画を見てね、まあ、全部思い出せませんけどね、非常に印象的な部分は残ってますわね。この映画を見た、その映像なんかが心に残っているのは、総分君として荒屋敷に訓示されました。君はこれ燻製の君で、荒屋敷に収まったことを言います。訓示した。一方ですね、映画を見た時のこの感動がありますわね。非常に素晴らしかったとか、ああ悲しかったとか、感情がありますね。その感情の部分が見分君なんです。でこれはね、小自称分、自称分、見分ひっくるめて見分君と言います。だからあることを見たりした時に、ある体験した時に、この実際の、ね、見た、ね、物柄が荒屋敷に収まり、その見た時の私たちの、捉えた時の私たちの感情が荒屋敷に収まると。この2つ、総分君と見分君がある心を起こした時に荒屋敷にどんどん収まっていくと。だ4つが収まるじゃなくて、大きく総分君、見分君、この見分君の中には自称分、小自称分のものもひっくるめて見分君として捉えて、2つのものが収まっていきますと、こういうふうに、教えられます。ここまでいいですか。そして、この四分儀を、これからよくこれね、実は言う人が出てきますね、この言葉が。これ知ってないとちょっとね、ついていけなくなるので、知っておかれたらいいなと思うんですね。で、先ほど言ったように、仏教は、この総分も全部ね、ポイントは、総分は、ね、外にある世界じゃなくて、私の心が生み出したものであると。あくまでも、私の心が、もともと私だった頃が2つに分かれただけで、この総分は私であると。心の投影であり、私の心の一部分であると。
見られている対象も私で、私が私を見ているという理解が必要だと。だから皆さんが、見ている世界が全部私だと言ったのはこういう意味で私なんですね。実際人がいるのはいる、それは心の外側に実際本節相分として、環境、世界、星、ね、人はいます。でもあなたが見ている人や環境、世界はあなたの心の内側を見てますから思い込みの可能性があると。実際のその人と実際のものと私が見ているその人に対する印象と、ね、食い違いがありますよと。ひょっとしたらあなたがね思い違いで見ている可能性があると。仏教では例えば悪いやつがいたとしますね。悪いやつがいました。実際本当に悪いやつかどうかはわからない。こいつは、ね、悪い人間がいた、私は悪いと思ってるね。どちらもね本当かどうか分かりません。事実としては本当ですけどね、ひょっとしたら悪くないかもしれないし、自分の思いが悪い人間だと決めつけてますけど本当はそうじゃないかも分からない、ね、見ている対象、見ているものもひょっとしたらね事実とね、違うかも分からない。まあ、そういう反省が必要なんです。それをここで教えてますから。だから自分の見ている世界が間違いないと我々は思ってますけど、この現実は間違いない、私の考えは絶対正しい、ね、見ている対象も私の思った通りだと、この囚われね、これがあなたを苦しめるから、まあ、反省をしましょうと、ね、ひょっとしたら私の思い込みで相手を見ている可能性もあるし、今の自分の思いもね事実と違うかもしれないという反省をね、まあ、この教えを通して自分の心が、あれし収まっている業習字がこのように見せているだけなのかもしれませんし、本当に相手はそういう悪い人間かもしれませんけどもね。でも実際は分からないということですね。あ、どうぞ。歪んで見せているのは相分の段階ですか、それとも見分が歪んでいるんですか。両方あります。実際相分区、見分区がありますから、物柄としてはそういうふうに見せているものはもともと荒屋敷ではあったものがそう見せてますから、でも思いとしてはやっぱりこの見分、見分の方ですからね。いずれも自分の業習字が二つになってるだけですから、一つだけじゃないですね。色体転で二分の一ですから。相分の段階で何か歪んでみて、豪があってその段階でもう歪んでみて、もうそうですね。例えばもし私たちがですね、トンボのようにですね、このトンボの目だったとしたらですね、今全然違うと思うんですね。トンボのこの荒屋敷に収まっている業習字と全然違いますから、同じものでもね全然違います。まさに同じ水でもね、一水試験の例えがありますようにね、地獄の住人は海と見るし、このね 海地流れるね海と見るし、ガキは火と見るし、天人は瑠璃と見るしね、人間は住みか、魚は住みか、人間は水と見るようにね、やっぱり荒屋敷収まってる業によってね、もうそもそももう本節相分が違うんだと思いますね。これ実際水です。これは水、本節相分は水ね。でもこの水でもね、もう魚はこれはもうね、やっぱりもう住処なんですね。地獄の、それを思わせるのが見分の方なのかなとか、見分というか、実相分か、見分はただ見てるだけ、見てるだけ。まあこれ全部ひっくるめてね、そういうふうにね見せていると思いますけどね。あれし収まっているそういう業で、地獄の罪人は水とは見えないと。実際は本日は水ですけどね、その人の収まっている業によってもうそういうしか捉えられないんですね。いわゆる相分としては、映像としてはそういうしか見えないと。本当のものは水ですけどね、これで言うならば、まあ、映像の段階で、まあ、その段階でねじ曲がっちゃいますよと。もうねじ曲がってしまいますね。もう相分兼務ともに知恵がない状態ですから、正しく見れない状態だと思います。まあ、これが一応
あの四分儀よろしいでしょうかね。でそれで、これを踏まえた上で、じゃ次ですね、この相部について、ね、いわゆる私たちが見ているこの客観的な、対象を三類教として、教えられます。この三類教とは何かと言いますと、今私たちが見ている対象、この相部をですね、さらに詳しく分析して、教えられた内容が三類教、小教、性質の性と書いて小教ね、そして、独用教、独立の独に、影、映像の映の字ね、独用教、そして、大絶教、この相分というものをですね、三通りに分けて、教えられました。小教、独用教、大絶教ね。まず小教ですけどね、これはあのほぼねありのままに見えている状態を小教と言いますね。あの水ならば水と、このホワイトボードならばホワイトボードと、ほぼね、主観が入ってない状態で、実際客観的に見てもね、物も実際存在すると、全く幻覚でも幻聴でもない、ね、実際ある程度ね客観的なあのものがある状態を小教と言います。書はこれはあの物事の本質を表す言葉ですけどね、実際ほぼあるがままに、特に執着がなければそのまま見えている状態を小教と言います。まあ本節相分ですかね。この物柄としてほぼねあのそのまま見えている状態、そのままの状態を小教と言います。一応執着なくなったらね、あるがままに物事が見える、これを仏教で、小教、まあ、本節相分なんかはそうですね、執着なければそのまま見えます。まあこれだけならば別にね人間は迷うことはしないんですけどね、これじゃない場合があるんですね。これが次独用教、これは完全に、相分がない状態ね、見分のみ、いわゆるあの幻覚とかあの幻想、幻覚症状ね、完全にあのいわゆる精神病患者、被害妄想の状態、ね、幻覚のことを言いますね、被害妄想、完全にないものをあると思っているね。でもすぐあるんですよね、あの本人にはありますけど、実際は、あ、本人がありますね、本人はあるんですよね、でも実際は物語としては全くないんです。本絶がないんです。ないですね、はい、すみません。相分はありますけど、本絶相分がないんです。完全にこの幻覚の状態ね。よくあの精神病患者がね、あの見ているもの、幻覚状態。本人の荒屋敷の見分としては見えないものが見えてるんですね。でも現実としてそういう物柄は存在しない。これがもう幻覚の状態ね。あの仏教ではこれをね、鬼毛とか、あの渡覚と言いますけどね、鬼毛。お経にはですね、亀に毛なんか生えてませんけどね、見えるんですね。あるいは渡覚、うさぎに角はありませんけどね、角があるように見えるんです、その人の見分では。その人の豪州にそういうのがあるんですかね。も全くないものがその人にだけ見えるから、一人映像、この要は映像の A の字です。これ仏教では普通映像と言わずに洋像と言いますから、発音は洋像と読むんで、独用教、一人映像だけが映っている世界、
人自分にだけ映像として様像として映ってるから独用鏡と言いますね。完全にないものがあると見える、亀に毛が生えている毛とか、ウサギに角が生えている、とかくという言葉は今の日本語のね、とにかくとか、とかくというのはこの言葉から来ました。とにかくとにかくと言ったらね、本来ないものをね、あることを言わんがためにとにかくというような言葉を使うんですね。まあ、これが、独用鏡ね、完全に、ね、本絶相分がない、本人にとっては様相相分はあるけども、実際その奥にある物柄は全くないものをあると思っている状態、これが独用鏡ね。で次、大絶鏡、これはこの小鏡と独用鏡の中間に位置する、客観性を持ったものです。だから本絶を帯びると書いてますね。この絶は本絶、いわゆる本質ね。西洋哲学のこのエッセンスという言葉をね、日本語では本質と翻訳してますね。元は仏教のここから多分ね取ったんだと思います。哲学の本質というエッセンスという言葉は多分有識のここから、使ったんじゃないかと言われてますけどね。本絶、本質ね、本絶を帯びている、この体はこれ帯びるという感じね、本絶を帯びる、つまり錯覚の状態、物事はあるんだけども歪んで見えている状態、全くないことはない、あるけども歪んで見える状態を、大絶鏡と言います。実際物は存在、本絶は存在するけども、それが歪んで見えている状態が大絶鏡です。一番いい例が荒屋敷を真屋敷が見ている状態、荒屋敷という本絶は存在します。もう瞬間瞬間ボールのごとき存在で、瞬間瞬間ね、川が大きな大河となってね、ものすごい勢いで、滝が流れている、それを私たちの眼識はそれを一枚の布のように間違って、見てしまう。この、眼識が荒屋敷を見ている状態がまさに仏教でいう大絶鏡です ね。一瞬一瞬刹那滅で激しく流れている水を、固定化し、実体化して変わらないものとして見ようとする働き、これが眼識の働きですけどね、それが、まあ、大絶鏡であります。まあ、これ、はい、どうぞ。小鏡は本絶映像用像で、はい、その独用鏡と、大絶鏡は、映像像ですかという言い方で。そうですね、独用鏡は完全な、映像像文ですね、はい、で大絶鏡は本絶はあるけども、映像、様像相分もあるけども、ちょっと歪んで見ていると。で、小鏡はほとんど映像相分と本絶相分がほぼ一致している状態。あ、で、全部映像相分なんですか。一応心としては映像と映ってますけど、でもそれがもうぶち破られて本絶、まあ、これなくなったと言ってもいいんかな、ちょっとそこ分かりませんけど、これをぶち破って完全に本絶相分が見えてる状態かな。あ、それでいいか。映像相分、映像相分ないですわね。小鏡はほぼ。まあ、映ってるものは、まあ、本絶はあるんでしょうけど、はい、それ映ってるものを、まあ、三通りの見方をしてますよという。そうですね。要は相分を3つに分けただけであって。映像は映ってるけど、それがそのまま見えてるか、そうですね。厚く見えてるか、はい。ほぼ見えてる状態から小鏡は本絶相分だと。独用鏡は完全な本絶はなくて映像相分だけで、大絶相分は大絶鏡は、本絶はあるけどもそれが歪んで映像相分として見ているということですね、はい。まあ、この3つでですね、この客観的なものといってもですね、大きく3つに分けられますと。でもこれも実はね、今見ている私である以上は一応、ね、相分だから私の心の内側であるということで私だと教えられます。
ものは外に存在しますけども、ね、でも見ている私はやっぱり心の内側を見ているんだという理解が必要だと。でちなみにこれをですね、精神病患者をね治すためのこのこれ道具というかですね、活用しているらしいですね。ある医者はあなたが見ているのはこれですよということを言わんがためにね、これ一応活用できるみたいです、精神病患者に。まあこれ分かりやすいですわね、うん、あなたは思い込んで見てますけど実際はないものをあると見ているかもしれませんよということを分かってもらうためにこの話は有効だと思いますね。一応これで我々が見ている、ね、客観というもの、主観というものの構造ですね、一応これでほぼ明らかになったんで、これを知っていたらね、これから話を聞いていく上において、有意識の理解がかなりね分かりやすくなると思います。だからこれをね、マスターしたらほぼね、四分三類有意識半学で、まあ、半分ほど学んだと言ってもいいんじゃないかなというふうに、昔から言われます。これでよろしいですか、ほぼ半分学べましたでしょうか。はい、じゃあ、休憩をしたいと思います。